さて、こんにちは。ただよび文系チャンネルです。ただよびで古文観音を担当しております、朝倉司です。さあ、今回はですね、姉妹チャンネルであります、ただよびビジネスチャンネルの方から、素敵なゲストをお迎えしたいと思います。ただよびビジネスチャンネルで中国語を教えていらっしゃっております、陳氷河先生です。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。陳氷河です。さあ、実はですね、はい、このコラボが実現したのはですね、陳先生のこの動画がきっかけになっています。漢文なんで未だにやるんですかなと思うんですね。そこまで必死こくやる必要あるのと私も思うんです。日本人は中国人よりも漢文やってるから、私も漢文のテキスト買ったんですね。そこまでやる必要あるかなと思ったんです。まあ非常にこう、痺れる。痺れるんですか？お言葉をいただきまして。で、これについてですね、まあ、はい、ただよびの内でも、漢文と中国語の、はい、この親和性であったりだとか、はい、っていうことを語ったらどうじゃないかという話がありましたので、今回のこのコラボ実現させていただくことになりました。いつも黄色い服なんですよ。今日ね、わざわざちょっと中国っぽい。あ、そう。ご会議ありがとうございます。ありがとうございます。さて、ちょうどですね、その、はい、チャンネルの方でも言っていたんですが、はい、まあ、日本の漢文教育ですね、はい、これがこう非常に違和感があると。そうなんですよ。もうちょいちょっと詳しく、説明いただけますか。私が最初に教えてる中国の生徒たちは、年が少し上なんですよ。で、皆さんはそう漢文の知識があるんですけれども、うん、まあそういうのはなんか年代が上の方だから当たり前かなと思ったんですけども、私も留学に来てる、受験を受けるんですね。で、日本のその漢文を見てて、あれ？中国より難しいよ。ああ、そうですか。その中ね、すごくね、構造が複雑で、いろいろ難しいんですよ。テーマとして、うん、中国人から見ても、お、こういう風に見てるんですかというのはすごくびっくりしたんです、うん。で、中国の方が基本的に暗記主義なんですよ。例えば、名言というのはあるじゃないですか、うん。その名言を暗黙すればいいんですよ。それを書き出すという、上を出されたら、下を出すという感じなんです。こういうのはやっているんですけども、翻訳したりとか、その意味を解説したりとかすることは、日本人の方がもっとやってるんじゃないかなと思うんですね。で、そうなったら、これはどれぐらいの労力が必要なんですかというのはすごくちょっと疑うようになったんですので、あ、日本人が大変だねと私は最初に思ったんですよね。それはきっかけだったんですね、うん、あ、そうなんですね、はい、実際僕も教育学を研究していて、はい、まあ、中国の家庭標準っていうんですかね、はい、いわゆる学校でどういうことを教えた方がいいのかっていうものをこう、はい、目にしたことがあるんですけども、それでもやはりこう暗記、暗唱っていうのが、はい、うメインになってて、はい、一方でこの日本の学習指導要領と呼ばれる、いわゆる学校でこういうことを、はい、教えてくださいっていう、まあ一つマニュアルみたいなものがあるんですけども、はい、それの方だとですね、うん、むしろそういう暗記暗唱というよりかは、より言葉の使い方であったりだとか。じゃあ日本の皆さんが日常生活で漢文を引用したりとかそういうのはしてますか？勉強した故事成語をこう使うっていうのはやはり、ある程度こう教養がある方であったりではないとほとんど使うことはないですね。実際に私も日本に来て故事成語を結構使う人っていうのはなかなか出会ったことはあんまりないかなと思うんです。で、一方中国の方が暗記してるから、うん、まさにほにゃららだねっていうのはまさに国破れて算があるんですよねっていうのは、最初は暗記してでもだん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 蓄積があっていつかもう自然になんか口から出るっていうような感じの流れなんですよね。だから日本の方が大変だなと思ったんです。じゃあある程度こう日本の方がそういったこう思想的な部分であったりとかっていうのが一生懸命勉強しているっていう感じがこうあるんです。そうなんです。だから私は日本に来てすごく感動したのは、なんかね、日本人は本当に古代の中国人っぽいところがあると思ったんですよ、うん、マナーに対するそういう神経質な部分というのは今の中国人は結構大雑把にあるところは多いんですけれども、うん、そういう部分は日本人の方が中国人よりも守ってるんだなと思う。一方でこう日本の場合だとその漢文がですね、うん、まあ、大学受験でこう使う使わないってい う, こう話も、はい、常にこう議論の対象にこうなってて、私は聞きしたいんですけども、うん、逆に日本の漢文はどういう感じ、いつから皆さん勉強するんですかね。スタートは、まあ、小学生、はい、小学生からもう漢文勉強するんですか。簡単なものであれば勉強は始まりません。小学生からか。論語、論語ですね、うん、論語 の, いあの一句二句一部分を、ただそれはいわゆる漢文としての形ではなくて、はい、もう日本語の形になった、いわゆる書き下し文という形で、はい、こういう風に読むんだよとか、こういう意味だよっていうところ
ところから、まずは親しむところから小学生は入っていく。もう結構早いですね。で、中学生になると、まあ、ちょっと本格的に、実際の原文と、あとは書き下し、場合によっては訳も、全部こう、翻訳もやるんです、ね。1ページに乗っかってるっていう形で始まってますね。結構大変ですね。大変だと思いますね。その中国のやっぱ漢文はロジカルにこう説明されるっていうようなやっぱりものではなくて、はい、基本で暗記物なんですね。暗記物として捉えてるってことなんです、ね。物語として故事成語というのは私たちはもう幼児教育の時にもう聞いてるんですよ。あの赤ちゃんに向かってるのはそういうのストーリーとか読み物とか、あとは YouTube でも子供たちに読み聞かせるような故事成語のそのストーリーみたいな動画が作られてるんですので、そういうに関しては学校でわざわざ勉強することはないんですので、だから基本的に中高になるともう全部暗記は必死になってくるっていう感じなんです。もう学校で暗記させてもらうように、まず自分のお家で暗記させようっていう感じの。なるほど。中国の漢文教育はね、意味が分からなくていいと言ってるんですよ。意味は後からついていくから、うん、まずそれを暗記せよっていうようなステータスなんですよ。フレーズを覚え。そう、フレーズを覚えてて、そう。うん、で、例えば西の湖の最高というのはあるんじゃないですか、うん、それを歌うような詩なんですけども、うん、子供の時分かんないじゃないですか、見たこともないです、うん、でそれを暗記して、突然大人になってから最高に行ったら、あーってふっとあの詩を思い出したとか、うん、それが教養って感じなんですよね。これはね、全然違う、ね。日本はどうですか？やっぱ日本はどちらかというと、うん、漢文でどういうふうな、まず訳すのかですよね。まずそこが外国語である以上、はい、まずそこを解釈しなければいけないのでっていうのが、絶対翻訳があるじゃないですか。そう、始まり。はい、で、その後は、まあ、音読して。音読？音読ですね。でも、ただその私気になるんですけども、うん、例えばね、中国のあの、春望、有名な詩なんですけども、うん、日本人はどういうふうに読んでるんですか？そこだ。そこだ。要は古文ですね、日本における。じゃあ、日本語で覚えてるじゃないですか。日本語でそう覚える。だから実際、はい、その漢詩のリズムであったりっていうところが一応学びましょうって言っているにもかかわらず。だから、国、あの、なんか、うちらが、例えば国やぶ、やぶり。あ、うん、で、そうなったら、国破山河在ですね、うん。日本人は。国やぶれて山がある。だから、全然、漢詩のリズムじゃない。で、これはですね、ただ、もう、全部実はそうで、例えばじゃあ古文で、古文のリズムをとか、音をこう学びましょうって言っても、実はそれ、昔の大和言葉って言って、要は今我々が発音してるこの音ですらもないんですよ。ですよね。だから古文を読んでそのリズムをって言ったとしても、実際僕らがその音読をしてって言ってるものは、現実の音ではない以上。例えば日本では漢音というのあるじゃないですか。国は、国ですね。ギャブルは歯ですね、うん。そういう風には発音しないです。しないですね。しないですね。なるほど。それで今のじゃあ国破れて3がありとかって中学校3年生ぐらいで大体学ぶので、中学3年生、まあ、なおさらその漢文のままこう受容することはなかなか厳しいということで、はい、それはなかなか、うん、なんか確かに言葉の引用としたりとか、もともとそれは難しい部分。そうなってくると必然的にも内容がどうだっていう話であったりだとか、はい、訳すときはどうなんだっていうところにどうしてもウェイトがかかって、ね、私はそれすごくもったいないと思いますよ、うん、なぜかというとさっきも話したようにそんなに苦労して中国人より苦労して覚えてるじゃないですか、うん、意味をあの翻訳したり解読したりとか、うん、でそれを覚えてるのに国破れて3があり中国人に話したらね 100% 通じないよ、うん、絶対通じないですよ、うん、せっかくそこまで覚えてるのになんかもう少しあの中国人にも通じたような仕方をした方がいいんじゃないかなと思ったんです、うん、ちょっともったいないなと思った。もったいないですよね、はい、そうですよね。だって中国では昔はやっぱり漢文というのは本当に知識人、もう本当に10人1人か100人1人、村中でこの人が字が読める人だよっていうのはすごく尊われるんですよ、うん、日本人は一生懸命勉強してるのにそれは活用できてないのはちょっともったいないなと思いますね、うん、そうですよね。だからその言語的なまあところを能力を上げていくって話と、うん、思想的な部分をこう養っていくっていう話がこう日本の漢文教育
教育の中ではすごくこうちぐはぐに実はなっちゃっていて、逆に朝倉先生になったら漢文のそういう世界は好きなんですか？好きです好きです好きですよね。で、例えば僕の場合で言うと、実はこの漢文のいるいらない話っていうのも日本であったね。そうあって、なんかここ最近流行ったみたいになってる感じなんですけど、実はそんなことなくて、実はもう1990年代の初頭ぐらいから、はい、もっと前からあるんじゃないですか。上田和俊っていう国語学者が論じているようなもので、もうずっと前から江戸時代ぐらいまではその漢文の素養っていうのが武士のある意味ステータスにこうなってたり、ステータスだから、もう中国と同じく漢文はやっぱりステータスなんですか、ね。うんうん、センター試験にね、現代で出たことありますもんね、受験生ね。ね、そうなんですか。で、それが出たことあるんですか。そうなんですか。うん、で、まあ、そういうものだったけれども、やっぱりこう、欧米の文化が入ってくると、はい、やはりこう、漢文的な素養っていうものを、はい、そのままこう、受け取る必要はないっていう人たちがこう出てきて。なんか、今の話を聞くと私すごく感心したのは、実は、現代中国の多くの単語、例えば思想、文化、文明とか、中華人民共和国、人民共和とか、うん、そういう単語は全部江戸時代の、もう明治、江戸時代の先人たちが、漢文の素養があって、ヨーロッパのものを翻訳してて、うん、その翻訳した現代のその単語ですね。それが中国に逆輸入して、今の現代中国語のその過程になったんですよ。だから昔のその日本人のその漢文の知識がなければ、もうその素養がなければ、そういうことはできないし、うん、中国人独自の力だけではちょっとね、難しいかもしれない。これはすごい、面白いやっぱ視点ですよね。でも、日本はその時はちゃんと漢文を使ってて、欧米の文化を吸収したんじゃないですか。そのまま英語を読むんじゃなくて、ちゃんと漢字を使って読み解いてるね。思想とか、そういうですよね。だからちょっとね、今私、小池さん、結構なんかその、パンデミックとか、集団感染にすればいいんじゃないけど、なんでとか全部外国語になってるんだっていうような、もったいないなと思ったんですけども。やっぱり、まあ今、カタカナ語のこう話もありましたけど、うん、はい、どうしても、まあ日本人のこう精神的なものとか、今までのことを考えると、はい、やっぱカタカナ語の需要よりかは、はい、やはり漢語、はい、熟語で、やっぱり理解した方が明らかに納得もいくし、っていうところはやっぱりありますよね。実は今ね、中国近年は少し経済的に余裕があったから中国人らしくっていう感じですね。もっとなんか漢文を勉強しようというの。今若い人たちも本当に漢服、もう漢の時代のそういうなんか洋服ですね。もう古代の洋服みたいなの着て、でそれからもう漢詩を学んだりとか自分で作ったりとか漢文を自分で書いたりとかする人はいっぱいいるんですよ。でやっぱり自分の国に対する自信があってからもう西洋にこびらないというような自信が出たと思いますので、だから日本は江戸時代の皆さんはもう少し自信があったような気がするんですね。なんか今の若い人たちは逆にカタカナを依存してる部分が、特にね若い人だけではなく政治家が率先してそういうことをやってるじゃないですか。日本人なのに何人になってくるんだっていうのはちょっと少し分からなくなってる部分が、私がちょっと薄々葛藤にちょっとえって感じになってるんです。やっぱその言葉に対する力の強さであったりだとか、はい、その効果みたいなものの意識っていうのは明らかにこう、ね、うん、少しずつ落ちていってるっていうのは。だって皆さんはやっぱりちょっと言葉っていうのは結局日常の中でみんな目が覚めたら人と話をすると必ず言葉を使うんじゃないですか。その言葉が要は国民性なんですので、全て培ってるんですので、パンデミックとかそういうふうに転じていくんだったら、もうどん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 自分のアイデンティティを捨てていくような感じなんですけども、それはね私はすごくもったいないなと感じてるんですので、そうなったら結局今が欧米じゃないですか。欧米の方に一生懸命こびてるって感じなんですけども、もし中国は大きくなったらまた中国にっていう感じ、だからそうなったらちょっとね自我がないようなうすうす感じたんですなってこれ言われるとちょっと叩かれるかな。いやでも実際に、うん、まあ我々はまあ欧米の言葉もそうですけど、うん、はい、中国語から様々な、はい、言葉借りてきて、はい、でそこで思想も作られ、考え方もできて、うん、で新たな言葉をこう発信できるようにこうなってきたっていう過程もあるので、はい、そういう意味で言うとね、まあ、今改めてこう漢文であったりだとか、はい、それこそ現代中国語、うん、これとのこうつながりっていうのを改めてこう考えていくと、またなんかちょっとね違った視点で、そうなんですよ。だから私は最初の確かに漢文の話に戻るんですけども、なんかやっぱり日本はそこまでねちゃんと苦労して漢文を勉強してるから、その漢文は欧米人の前では実はまあちょっと言葉にしても、欧米人はなかなか理解するのはちょっと
苦しいんじゃないですか。そうなったらその関東はやっぱり中国人の前にいた方がやっぱりこの思想的に共通する部分がすごく高いんですので、そうなったら中国人にも分かるような形の漢文にした方がいいんじゃないかなと思うんですね。やっぱりこれが漢文というのも結局昔の言葉じゃないですか。だから昔の言葉っていうのはやっぱり人とコミュニケーションすることが一番なんですので、欧米人というよりはやっぱり中国人とかちょっと韓国人にも通じると思いますので、もったいないなって感じなんだからもっと活用していいんじゃないかなと思うんですけど、これは深い話に、ね、こうなっていきそうなので一旦文系チャンネルではここで止めさせていただいてですね、もうね先生とちょっとね少し熱くなったんですついつい時間を忘れてしまいました。後編はですね、はい、僕がビジネスチャンネルにお伺いしてより深い話をしていただきたいなと、はい、僕もしたいなと思いますので、はい、一旦前編はこれで終わりにしたいと思います、うん、はい、じゃあまた、あ、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします